はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。小家さん、またよろしくお願いします。今日はですね、持ってるニット帽、この辺でちょっと見せてもらっていいですかね、はい、ニット帽を使った、ちょっともう寒いんでアレンジ多分やっていきたいと思います。でやっぱりこう多分季節的に絶対被ってくるかなと、あ、すいませんね、あの思うんで、まあ巻いたりするのも結構大変やと思うんですけど、まあ言ったらこれとまたゴムと、あとこれかな、もう最近ハマってしまってるんですけどN ドットのオイルを使って、簡単に可愛く、なおかつ旬なアレンジをちょっと作っていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。はい、じゃあ始めていきます。まずN ドットのつけていきます。オイルですね。もうちなみに今もう何にもしてない状態から毛先の部分をまずまとまりを出していきます。で毛先つけたら表面の部分もしっかりとつけて、まあ、オイルなんですけどそんなにベタつきが出ないやつなんで結構しっかりつけちゃっても大丈夫かなと思います。で次に顔周りの遅れ毛をもう適当に下ろしちゃいます。まあ、ニット帽のところからちょっと出てくるやつなんで、まあ大体でこの辺りぐらいと、あと反対側もこの、何ですかね、このラインで落としてあげるといいかなと思う。でもこれだけだと多分結構重いというかボテッと仕上がるんで、まあなんとなくこのぐらい、ちょっと透け感が出るかなっていうぐらいだけ分けておきます。で後ろの髪の毛をまとめちゃいます。で自分でやるときは少しこう斜め後ろぐらいでやってあげると、まあ三つ襟ぐらいですね、ラインに持ってきてまとめてあげるとやりやすいかなと思います。でここでゴムを結んじゃいます。まあ2回ぐらい結んで、ちょっと今回上向き気味に毛先をして少しこうお団子っぽい感じにまとめちゃいます。でこの毛先の髪の毛をもう一回だけちょっとこう折り曲げます。折り曲げて毛先が本当に毛先の方に向いている状態で、もう一回ゴムをつけちゃいます。こんな感じでちょっとハムみたいな状態です。でだいぶちょっとまとまった状態ですね。で毛先の部分から2ミリ幅ぐらいの感覚というか束感をちょっと出していきます。で真ん中の部分ちょっとこう広げる感じで、でその次にこの辺り部分をボリューム出してます。で 2mm でも 3mm でもいいんですけど、この毛先のこっちの部分はあんまりこうなんか太い束感で出しすぎるとちょっと崩れてるように見えやすいんで、この辺はだいたい 2mm ぐらい、この辺は 3mm ぐらいで結構ボリューム出しちゃっても大丈夫かなと思うんで、そんな感じで出してます。まあお好みでふわふわに出しておいてもらえると可愛いかなと思います。じゃあこの状態で上からニット帽をかぶっていきます。で最後に N ドットのやつを乾燥してるところにちょっとつけていきます。でこういうのをつけながらちょっとバランスを整えて、まあなんかここのボリュームとここのボリュームを出して、なんかちょっとバルーンっぽい感じでやってあげるとちょっとルーズに見えますし、あと毛先のこっちの顔周りの部分とかもこのぐらいの束感があるとなんか巻かなくても結構可愛く見えます。こっちもですね、このくらい
がなんかこれぐらいの束感出すのが N ドット結構オイル強いかなと思うんで最近ちょっと使ってるんですけど、こんな感じで、で全体的にバランスを整えたら完成になります。